メースエドワード・クリストファー・ウェバー3世は、アメリカ合衆国ミシュガン州デトロイト出身の元バスケットボール選手。2008年に引退するまでリーグ屈指のパワーフォワードとして名を馳せた。208センチメートル、111キログラム。相性は、シー・ウェッブ。1990から91シーズン。 全米の高校年間最優秀選手と地元ミシガン州のミスターバスケットボールに選出された。母校では彼の背番号44は永久欠番になっている。大学では1年の初めから先発の座を勝ち取り、活躍。ミシガン大ウルバリンズはシーズン途中から先発5人全員に1年生プレイヤーが定着するようになり、この5人はファブ5と呼ばれ、 全米に一大旋風を巻き起こす。中でもウェイバーはファブファイブのエースで格別な存在であった。1992年、1年生のウェイバーたちは NCWA トーナメントファイナルへ進出。そして望んだ1993年トーナメント、ファブファイブは2年連続ファイナル進出を果たす。ファイナルの対戦相手はノースカロライナ大、試合は終盤までもつれる緊迫した展開となった。 そして試合時間残り11秒、ミシガンが2点ビハインドでという場面、ここでボールをキープしたウェーバーは、すでに使い切っていた、タイムアウトを要求するという致命的なミスを犯した、後に、ベンチの1選手が、タイムアウトのジェスチャーをしていることがわかる。結局これが、テクニカル、ファウルとなり、ノースカロライナにフリースローを献上、ミシガン大は2年越しの全米制覇の夢を不意にした。 この際、ウェバーの気持ちを察した当時の大統領ビル・クリントンは彼に直接電話をかけて慰めたという。大学デビュー当時からそのプレーが NBA レベルと評判だったウェーバーはトーナメント終了後に NBA ドラフトへのアーリーエントリーを表明した。なお、ミシガン大学の講演者であるエド・マーティンから多額の金銭を受けたことが NCWA 規定違反として ミシガン大学は後に NCWA より罰則を受けた。大学は印刷物からウェバー、モーリス・テイラー、ロバート・トレーラー、ルイス・バロックの写真、記事、記録が外された。この年はウェバーをはじめ、アンファニー・ハードウェイ、ジャマール・マッシュ・バーン、身長229センチメートルのショーン・ブラッドリー、ニック・バン・エクセル、ビン・ベイカーら有望な選手が揃っていた。 一方で1位指名権を獲得したのは、オーランドマジック、2位にフィラデルフィア、3位はゴールデンステートウォリアーズとなっていた。位の1番で指名を受けたのは、ウェバー、続いて、ブラッドリー、ハーダウェイの順に指名された。この後、事態は急展開を見せた。指名順に選手がスピーチをすることになっていたが、最初に現れたのは2位指名のブラッドリーであった。そして次に、 ウェバーが現れたが、マジックではなくウォリアーズのキャップを被っていた。またハーダウェイが、マジックのキャップを被っていた。ウェバーは指名直後に、ハーダウェイと交換で、トレードされた。どうしてもチームにビッグマンが欲しかったウォリアーズのヘッドコーチ兼、GM ドン・エルソンは、ウェバー獲得のために一計を案じた。前年に、シャキール・オニールを指名していたマジックはハーダウェイを、欲していたが、 ウェバーを指名しないとも限らない。フィラデルフィアはブラッドリー獲得でほぼ決定している。ネルソンはウェバー獲得を確実にするため、ドラフト前にウォリアーズの将来のドラフト指名権3つを上とする代わりにウェバーを1位指名してもらうという取引をマジックのフロントに持ちかけた。ハーダウェイが残っていたらウォリアーズが指名しウェバーと交換、ブラッドリーが残っていたら ウォリアーズがブラッドリーを指名しそのまま獲得という三段である。マジック側もこれを受け入れたため、このトレードが成立した。ちなみにウェバーはこの時、シャックとプレーしたかったと感想を述べている。ウォリアーズに入団したウェバーは、早くから先発としてその実力を発揮、1年目から1試合平均17.5得点、9.1リバウンド、3.6アシスト、2.16ブロック、 フィールドゴール成功率55.2%という見事な成績でマジック・ジョンソンの記録を抜いて当時の史上最年少のルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝く。また、主力のティム・ハーダウェイ、シャルーナス・マルチル・リョー・ニスラを怪我で欠いていたチームを50勝32敗の高成績に導き、プレイオフ進出に大きく貢献した。しかし、ドンネルソンヘッドコーチの起用法に不満を抱いていた。 ウェバーはキャンプへの参加を、自体、二人の確執はマスコミに大きく取り上げられた。ウォリアーズは、オフシーズンにマイアミヒートから、センターのロニー・サイカリーを獲得、態度を硬下させたウェバーに対して、ネルソンは、彼のトレードを、決断、11月7日、トムググリオッタと、ドラフト一巡指名権3つとの交換で、新人王をわずか1年で、ワシントン・ブレッツに去った。 1994から1995シーズン、11月7日、トム・ググリオッタと3つのドラフト指名権との交換で、ワシントン・ブレッツへ移籍して、この年、ドラフト5位指名で加入した、ファブ5のジュアン・ハワードと再び、チームメイトとなった。ウェバーは、オフのキャンプ不参加がたたり、調子が上がらず怪我も負ったが、2月には持ち直し、 この年54試合出場で1試合平均20.1得点、9.6リバウンド、4.7アシストとまずまずの成績を残した。またこの年3回のトリプルダブルを記録した。この年のみ、背番号4がスコット・スカイルズがつけていたため、背番号2をつけた。1995から1996シーズン、1試合平均23.7得点、7.6リバウンド、 自アシストの成績を記録するが、主に肩の故障等によって出場したのはわずか15試合だった。ウェバーが出場した試合は、チームは9勝6敗だった。また、ウォリアーズ戦では、自己最高の40得点を記録した。1996から1997シーズン、自身初のオールスター出場を果たし、シーズンも1試合平均に10.1得点、10.3リバウンド。 4.6アシスト、1.9ブロック、1.69スティール、フィールドボール成功率51.8%の成績で、ブレッツを1987から1988シーズン以来9年ぶりとなるプレーオフへと導いた。プレーオフでは、マイケル・ジョーダンのシカゴ・ブルズにスイープされた。1997から1998シーズン、チームは、 ブレッツからウィザーズへ名称を変更した。ウェバーは1試合平均21.9得点、9.5リバウンドを記録したがチームはプレイオフ進出を逃した。オフになるとチームに不満を持っていたウェバーは5月14日、ミッチ・リッチモンド、オーティス・ソープとの交換でサクラメント・キングスへとトレードされた。 移籍1年目の1998から1999シーズンから AS として活躍し、チームをプレーオフへと導き、チームは2年連続ウェスタンカンファレンスを制していたユタジャズを破る番狂わせを起こした。個人では1試合平均13リバウンドで、1990から1991シーズンのデビッド・ロビンソン以降で初となるデニス・ロットマン以外のリバウンド王となった。 また、ダブルダブルの回数でもリーグ2位を記録し、初のオール NBA チームに選出された。1999から2000シーズン、75試合に出場し、1試合平均24.5得点、10.5リバウンド、4.6アシストを記録し、キングスもプレーオフに進出した。この年もオールスターに出場し、オール NBA サードチームにも選出された。 2000から2001シーズン、70試合に出場し、1試合平均27.1得点、11.1リバウンド、4.2アシスト、1.33スティール、1.69ブロックを記録し、チームをリーグ4位となる55勝27敗の、好成績に導く。オールスター出場、オール NBA ファーストチーム選出、シーズン MVP 投票では4位につけた。 この年チームはプレーオフ2回戦でロサンゼルスレイカーズに4連敗しシーズンを終えた。2001年7月27日、キングスと7年1億2700万ドルの契約を結んだ。2001から2002シーズン、手や足首の怪我などで28試合に欠場するが、チームはリーグ最高となる61勝を挙げる。ウェバー自身も24.5得点。 10.1リバウンド、4.8アシストと申し分ない成績を残し、オール NBA セカンドチームに選出されたが、負傷欠場中もチームが勝っていたため、この頃からファンやマスコミの間でウェバー不要論が囁かれ始めた。この年キングスはカンファレンスファイナルまで進出し、レイカーズを相手に3勝2敗とリードしたが、その後連敗し、NBA ファイナル進出はならなかった。 2002から2003シーズン67試合に出場し、平均23得点、10.5リバウンド、5.4アシストをマークし、オール NBA セカンドチームに選出された。オールスターは選出されたが怪我で欠場した。チームは、リーグ3位の59勝23敗となった。ダラスでのプレーオフカンファレンス準決勝、第2戦の途中、左膝半月板を損傷し、 その後の試合への出場は絶望となった。キングスはこのシリーズを3勝4敗で敗退した。2003から2004シーズン、毎シーズンの怪我の影響で開幕から49試合に、渡って欠場した。彼が不在の間もチームは好調で彼が復帰したら、逆にチームのリズムが崩れるのではと、ウェバー不要論に一層拍車がかかった。2月16日に、 戦列復帰を果たすが、復帰直後のウェイバーはミスを連発し、チームもプレーオフ2回戦で敗退した。2004から2005シーズン、54試合消化時点で46試合に出場、平均21.3得点9.7リバウンド5.5アシストを記録していたが、キングスはチームの中心を膝に爆弾を抱えるウェイバーからマイクビビー。 ペジャストヤコビッチへ転換することを決意。ついにキングスは、ウェバーの放出を決めた。マイケル・ブラッドリー、マット・バーンズと共に、ケニー・トーマス、ブライアン・スキナー、コーリス・ウィリアムソンとのトレードで、シクサーズに移ったウェーバーは、アリン・アイバーソンに次ぐ、チーム2位の得点源となったが、チームのシステムに、フィットしなかった。平均15.6得点と大きく、成績を落とし、 本領を発揮できずにシーズンを終えた。2005から06シーズン、個人成績ではよみがえり、平均20.2得点、9.9リバウンドをマーク。チームメイトのアレン・アイバーソンとのコンビによる1試合平均53.2得点は、リーグ最高を記録したが、チームは38勝44敗の成績で、カンハレンス9位に終わった。2006年12月に、アイバーソンがトレードで、 デンバーナゲッツへ移籍するとチームは再編を迫られることになった。ウェバーは12月末までに故障もあり18試合の出場に止まっていたが再編の影響によって2007年1月11日に解雇された。シクサーズを解雇された後複数のチームと契約の噂が飛び交ったが1月16日にデトロイトピストンズと最低保証額で契約した。 彼が長年つけていた背番号4は、ジョー・デュ・マースの永久欠番であったため、84番をつけた。彼が加入した2006から2007シーズン、ピストンズはイースタンカンファレンス第1シードを獲得したが、カンファレンスファイナルで、クリーブランド・キャバリアーズに2勝4敗で敗れた。プレーオフでは彼は、短い出場時間ながら、平均10得点、6リバウンドをマークした。 ダブルオーバータイムまで突入したカンファレンスファイナル第5戦ではシュート13本中9本を成功20得点7リバウンドの活躍を見せた。オフシーズンにピストンズと再契約を結べずフリーエージェントとなった。彼にはヨーロッパのチームから高額のオファーがあったがどのチームとも契約はしなかった。2008年1月28日 フルスノーオリアーズとベテラン最低年俸の120万ドルで契約を結んだが、わずか9試合に平均14分の出場で3.9得点、3.6リバウンドの記録にとどまった。同年3月25日に引退を表明した。プレーオフ卓越した運動能力を誇り、208センチメートル111キログラムの体格でありながら、ボールハンドリングがうまく、 中距離からのシュートを得意とし2004 0後にはシーズン平均5.5アシスト、キャリア通算平均4.2アシスト記録するなどパス能力にも引い出る PEF として NBA 屈指のオールラウンダーであった。しかしその反面アンセルフィッシュでありチームを優勝に導けないエースでもあった。同時代にクリス・ウェバーと同じくアンセルフィッシュでチームを優勝に導けないと言われたケビン・ガーネットは ボストンセルティックスに移籍し、ビッグ3を形成し強力なチームメイトを得て優勝をしたが、ウェバーはミシガン大時代にファブファイブと言われる強力なチームメイトがいながら自身のミスもあり優勝を逃し、キングス時代もピストンズ時代も強力なチームメイトがいてカンファレンス決勝まで行ったが優勝へは届かなかった。15年間でキャリア通算試合数が831に止まっている。 ことでもわかる通り常に怪我に苦しむ選手生活を送り NBA トップクラスの才能があったものの肉体と精神が弱い選手という評価がついて回ってしまった。アクレームエンタテインメントから発売された任天堂64のビデオゲーム NBA JAM2000 のカバーアスリートに選ばれている。2006年にサクラメントでセンターコートという名前のレストランを開いた。 b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。